いや、物売るってレベルじゃねえぞ、おい。はい、どうも、皆さんこんにちは。カッシーチャンネルでございます。皆さんね、唐突なんですが、ゲーム、好きですかね？まあ、かくいう僕はね、ゲームそんなにやらないんですけれども、最近あれですね、スマホでリメイクで出てる、ファミコンのドラゴンクエスト1、2にね、ハマってます。まあ、今更ね、30年ぐらい前のゲームを、まあ、一人でね、寂しくやってるんですけれども、まあ、今回解説する内容は、そういったゲームにちなんだ伝説の名言、物売るってレベルじゃねえぞ、おい！についてね、まあ、ざっくりではありますが、解説、紹介していこうかなと思います。では行こう。2006年の11月11日、ソニーの新型ゲーム機である、プレイステーション3が発売されることになります。まあ今でもね、末長い人気を誇っている、このプレイステーションシリーズの3は、発売当時めちゃめちゃ売れて、東京都の千代田区にある、とあるビッグカメラの前では、多くの人が押し寄せてきて、ゲームを販売しているとは思えないぐらい、すごい密集状態になっていました。今のコロナ禍だったら、こんな密集状態めちゃめちゃやばそうですね。まあそんな、大量の人数が押し寄せる中、まあ、混乱が発生してしまい、怒号や悲鳴が飛び交う地獄絵図のような状態になっていました。まあ、そして大勢の人が押し寄せてる様子をとあるニュース番組が報道したんですが、まあ、その大量に押し寄せてきている人の中の一人の男性が、もう物売るってレベルじゃねえぞおいと叫びます。もう物売るってレベルじゃねえぞおい物売るってレベルじゃねえぞおい、まあ、このニュースの映像にはなぜかテロップがつけられて、この怒りながらも今の現状をめちゃめちゃ的確に捉えてる様子や汎用性の高さなどが注目され、当時2チャンネルやニコニコ動画でこの物売るってレベルじゃねえぞおいというセリフはめちゃめちゃ話題になりました。ちなみになんですがね、この2006年この物売るってレベルじゃねえぞおいはブログ界流行語大賞、まあ、今で言うところでね、ツイッタートレンドアワードみたいなやつで、なんとね、2006年大賞を受賞することになります。いや、めちゃめちゃ流行ってますよね。まあ、それもそのはずで、2006年当時この物売るってレベルじゃねえぞおいのコラ画像やアスキーアートなども大量に作られて、ネットで話題になっていき、この一般人の男性はネット上で物売るってレベルじゃねえぞと呼ばれるようになり、通称ね、ベルじゃねえぞおじさんと呼ばれています。いや、めちゃめちゃ癖の強い略し方してますよね。そしてこの物売るってレベルじゃねえぞの名言に応じて、ネットで作られたのがベルじゃねえぞ値、通称 BJN というものでございます。このベルじゃねえぞ値は1平方メートルあたりに存在する人口密度の割合を特殊な定数から導き出した判定値で、物売るってレベルじゃねえぞっていうセリフの通り、物が売れるレベルから物が売れないレベルまでを1から100の数値で導き出すことができるようになっています。いや、ネット民めちゃめちゃアホなのか天才なのか謎なんですけれども、だいたい5から10ベルじゃねえぞ値が周囲10メートル以内に人が1人2人視界に入るレベルで、41から50ぐらいが人が多いなぁと感じるレベル、そして最大値の99ぐらいになってくると、もう物売るってレベルじゃねえぞと切れるレベルだそうです。なんかこういうアホらしいね、ネット発祥の数値作るのも本当に今ではありえない昔の2チャンネルとかニコニコ動画だからこその芸術作品で、本当にね、なんか歴史感じるなーって思いますよね。はい、ということでね、今回はネットで話題になった伝説の名言、物売るってレベルじゃねえぞおいについてね、ざっくりではありますが解説紹介していきました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。